教団の無我の舞、1948年9月、アマテラス大臣宮教は、宗教法人格を有す新宗教団体の一つ。文化庁、宗教年間の分類では、諸教となっている。信者数は、国内で約49万人。本部は、山口県熊毛郡田伏町大和並みの1123。山口道場は、山口県山口市平井188。 東京道場は東京都千代田区九段北四丁目3の18。教祖は熊毛郡田伏町の農夫、北村佐代。二代目教主は佐代の孫娘の娘、北村清和。三代目教主は清和の娘、北村芽和。佐代は農家の嫁であったが、1942年に自宅の納屋などが放火にあい犯人探しのために、 人祷師に勧められた牛の時参りと水行の修行を始めた。そして1944年に腹で自分以外の何者かが左右に話しかけるようになり、左右の口を使って人々に教えを解き始め開教をした。1945年8月12日に宇宙絶対神が降臨したとしている。1946年、教団ではこの年を神の国の起源元年と呼び、 独自の年号、期限を使用し始めた。なお、教団の名称は、第二次大戦終結前の国粹主義的な歴史教育を受けた人々に対して、宇宙の最高神の教えであることを示すべく、教祖の腹に入った神によって故障されたものである。内実としては、神道とも他の既成宗教や信仰宗教とも全く関係がない。とりわけ、日本初期や、 古事記で書かれているような日本神話の神々とは無関係である。すなわち、アマテラス皇大神宮教の神とは、仏教でいう本物やキリスト教でいう天なる神と同じ宇宙絶対神であるとしている。このことに該当する記述は、教団が出版している生書第一巻によると次の通りである。夜はまた夜で腹の者は、思いもよらぬことを教祖に話して聞かせるのである。 おさよ、アマテラス皇大神宮というのは、日本小島の守護神と思うなよ。宇宙を支配する神は一つしかありゃしない。キリストの天なる神、仏教の本物というものも皆一つものぞと。アマテラス皇大神宮教では、世界平和は、己の心の平和からと捉え、心が清らかで正しい人間になることが、まず大切であると説いている。そして、個人の心の平和から、 家庭の平和、学校の平和、職場の平和、地域の平和へと拡充していくことを目指している、という。教祖の腹に入った神の目的は、地上神の国建設であり、教祖が説く教えを中心に、信仰の日々を送る同士の世界ができたことで、神の国ができたとしている。そして、この世界が広がることが、地上神の国建設である、と説明している。 教祖の北村さよは、小学校6年間を経た後、ついだ農家の主婦であったが、放課の疑いのある自宅の家事を機に、牛の時参りや水業を始めた。そして、1944年5月4日、腹で何者かが物を言うようになり、人々に教えを解き始めた、という。生書、第一巻によると、教祖は、神から、世界が一目に見えるメガネを授かり、 宇宙一切のもの、そして人の過去の行状から前世に至るまで見ることができたという。その後、教祖は国内はもとより世界各国に何度も殉教し、その教えを広めた。その様子は生書の第1巻から第4巻までに記されている。そして昭和19年5月から死去するまでの24年間にわたり、教祖は日々教えを説き続けたという。 文化庁、宗教年間令和元年版によると、交渉信者数は49万1,105人で、成長の家、遠慮教、カトリック、根高教などを上回っている。山口県からの移民が多かった、アメリカ合衆国ハワイ州には西を自ら順教に訪れており、日系人を中心に一定数の信者がいるほか、1976年には道場も開設されている。 ありがとうございます。